はい、今日はちょっと緊急で動画撮ってます。はい、もうちょっと今はもう、夜の、11時40分、はい、11月20日月曜日、はい、もうちょっともう寝ようと思ってたんですけれども、ちょっとまあこれだけはちょっと動画撮っときたいなと思って、はい、というのもですね、私の推し YouTuber、ガッツチャンネルの中島廉さんが、ね、逮捕されたというニュースが、先ほど入ってまいりました。はい。ちょっとあとニュース読みましょうか。ちょっと待ってね。まあ、何の罪で、まあ、捕まったかと言いますとですね。まあ、覚醒剤、所持の、まあ、教唆。はい。ちょっと、教唆って、難しい言葉ですけれども。まあ、言うたら、まあ、そそのかした。覚醒剤所持をそそのかしたっていう、いう罪ですね。はい。まあ、ちょっと、知らない人のために、ガスチャンネル説明しておきますと、まあ、もともとね、今流行りというか、詩人逮捕系 YouTuber。 はい。詩人逮捕系 YouTuber の、元祖と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい。僕の推しの YouTuber だったんですけれども、まあ、普段はですね、痴漢盗撮を撲滅するっていう、まあ、痴漢盗撮撲滅系動画が、まあ、多いんですけれども、まあ、最近ですね、まあ、ちょっと、まあ、ジャンルを変えてきてですね、まあ詐欺とか、特殊詐欺系とか。で、まあ、覚醒剤系っていうのもやってましてですね。まあ、それどういう動画だったかっていうと、掲示板とかで、そういう覚醒剤の怪しい取引っていうのを、まあ、情報提供を、まあ、視聴者さんからもらうんでしょうね。で、実際その、犯人とインターネットで、やり取りして、まあ、その、実際、渋谷駅とかで、犯人と待ち合わせて、で、犯人が所持しているところを、まあ、事前に警察に、まあ、連絡しておいて、まあ、所持品検査をしてもらうという、まあ、そういう動画を何本か上げておられたんですけれども、まあ、今回のその、教唆というのはですね、まあ、言ったら、まあ、おとり捜査を、まあ、してたわけですよ、中島廉さんは。ガッツチャンネル、はい、おとり捜査をしててですね、まあ、それがですね、まあ、その、なんていうの、まあ、そそのかしたってことですよね。覚醒剤所持を。その、なんていうんだろうね、教唆って、まあ、難しい言葉ですけれども、犯人を、まあ、そそのかして、まあ、この、あれか、ちょっと調べようか、意味を。犯人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせること。これを、まあ、教唆って言うんですけれども、教唆って言うんですけれども、まあ、これがね、罪に、まあ、問われたわけですよね。はい。まあ、まあ、そう言われてみればそうっすよね。そう言われてみればそうっすよね。確かにね、そそのかしたって言ったらそそのかしてるよね。あれは、まあ、はめ呼びというか、まあ、おとり捜査ですけれども。そうね。ちょっと、いやー、これは、ちょっと、ショックだったね。俺の推しの YouTuber が一人また、逮捕されてしまった。そう。一週間ぐらい前に、煉獄コロアキも逮捕されてたんだよ。煉獄コロアキも、ね。うわ、マジか。俺の推し YouTuber が。ねね、まあ、今、さっきチャンネル登録者見たら、26万人、26万人もいたのよ。ガッツチャンネル ね。俺前動画でね、俺の推し YouTuber っていう動画を昔上げた覚えがあるんだけど、あの時、まあ、ガッツチャンネル紹介したあの時はね、まだね、4万人とか5万人とかだったはずなのよ。でもあれからでも半年も経ってないと思うけどな。もう、急成長の、はい、大人気 YouTuber だったわけですけれども、
これはもう衝撃的な、ニュースですね。はい、私人逮捕系 YouTuber に、ちょっと衝撃が走っております。はい、ちょっとですね、私もですね、まだ事態を飲み込めていないというところであります。はい、そんで、あと、なんつうの、まあ、パトロール系、はい、私人逮捕系、まあ、パトロール系 YouTuber の、まあ、元祖というか、僕が一番面白い YouTuber なんですけれども、でね、この中島蓮で言ってたんですけど、本名は今の蓮っていうらしいですね。今の蓮っていうらしいです。でね、中島蓮とこのミッチー、カメラマンのミッチーも一緒に逮捕されてますね。ミッチーも逮捕されちゃってます、一緒に。はい。まあ、煉獄コロアキは名誉毀損の疑いで13日に逮捕されてました。はい、逮捕容疑は共謀して8月ネット掲示板で女性を装って知り合った男に秘匿性の高い、通信アプリで、これテレグラムですね、覚醒剤を一緒に使いたいとメッセージを送信。横浜市で覚醒剤を購入し待ち合わせ場所の新宿駅前に待ってくるようそそのかした疑いという、まあ、これが教唆ということになってるんでしょうね。はい、まあ、男は覚醒剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されその後起訴された。そう、逮捕されたもう一人は同居する YouTuber 奥村容疑者28歳、動画の撮影役と見られる。これミッチーも逮捕されてるんですよね。ねえ、いや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 、逮捕されちゃうんだね、法律的にはね。まあ確かにね、そそのかしちゃったらそそのかしてるよね。うん、いやー、もうこれはもうガッツチャンネルなき今もう私人逮捕系パトロール系 YouTuber もう残すはこの伊勢山チャンネルのみというところですね。はい、もう今こそ立ち上がる時と。はい、ちょっとまあ今私ロンドンにいるもんで、ちょっと日本の平和はちょっと保たれるのかというところが、今後の、見どころであります。はい、もう伊勢山チャンネルが立ち上がる時ですね。はい、以上、ちょっと速報、ちょっと今日は緊急で、就寝前の伊勢山チャンネル、お届けしました。